はい、ということで、皆さんこんにちは、ジョーマジックでございます。本日はですね、3月の15日日曜日なんですけれども、今からですね、こちら休園16日目ですかね、はい、東京ディズニーリゾートをですね、一周回っていきたいと思います。日曜日なんですけれども、やっぱりね、すっごいね、ガラガラなんですよね。すごいですよ、本当。車もね、ちなみに全然止まってないですしね。いや、やばいと思います。ここからね、アンバサダーホテル見えるんですけども、あのお部屋見える、全部屋真っ暗なの。こう普段だったらね、結構ね、明かりついてるんですよ、ここだけどね、真っ暗なんですよね。ということで、今日はね、このホテルとか舞浜駅周辺をですね、皆様にご紹介していきたいと思います。で、本当でしたら明日からね、オープン予定だったんですけれども、それもね、延期してしまいまして、4月の上旬からになってしまいましたからね。いやー、もう本当だったら明日からね、オープンだったのにね。いや、本当残念ですね。まあ、とりあえずね、この辺回ってみましょうか。もうすごい寂しいんですけどね。はい、舞浜駅です。今現在は舞浜駅内のニューデイズもやってません。今日は日曜日なんですけれども、とってもね、この舞浜駅も空いてます。すごいですね、日曜日とは思えないガラガラさですよね。ここら辺も普段だったらね、たくさん人座ってるんですよ。しかも今現在ね、ちょうど20時ということで、帰る方がね、本当はたくさんね、パークがやってたらすごい人数いるはずなんですけれども、めちゃくちゃ空いてますよね。今8時25分です。いやー、もはやなんかこのね、トリトンキングダムとかプロメテウス火山とかシンデレラ城とか、すごい懐かしく思いますよね。この舞浜駅前の電動掲示板も少しずつですね、いろいろできてきましてですね、なんかこんなん出てますね。4月上旬まで舞浜駅間の運行か、これはあれですね、リゾートクルーザーのことでしょうかね。で、この辺はね、まだできてないんですけれども、ここですよね、ここがね、いろいろできたんですよ。これ施設情報ということで、はい、ここボタンを押すとね、こんなにいっぱい施設が出てきまして、例えばじゃあこの浦安サンホテル行きたいなと思ったらですね、こうやってボタンを押すとですね、現在地ここなんですけども、そのサンホテルはここですよみたいなね、こういう感じで地図がですね、表示されるようになりました。で、本当はね、4月1日からね、ここも出来上がる予定なので、またね、あの日々いろいろ追加されたらですね、ご紹介していきたいと思います。もう帰る人だったり、もう今から逆に行く人もね、いるはずなので、すごいね、混み合ってるはずなんですが、もうこれですよね、やっぱ休園だとね、これだけ人数が減っちゃうんだなって思いますよね。で、ここのね、カフェとか、あとね、ここクレープ屋さんもですね、本当だったら明日までですね、はい、まあ、明日がね、16日なので、本来は明日から再開予定だったんですけれども、一応ね、4月上旬からに変更になりましたので、ここにもですね、4月上旬まで臨時休業とさせていただきますっていう紙に変わってますよね。そう、この前のね、この延期が発表されるまでは3月の15日までって書いてあったんですよね、はい、なので残念ながらですね、ここも延期されてしまいました。本当に8時の状態とは思えませんね、これすごいですね。日々やっぱ減ってますね、人数がね。もう毎日ジョマジは来てますけれども、すごい減ってるなと思います。もうジョマジ今ね、喋んなかったらシーンとしますからね。すごいでしょ、めちゃくちゃ静かでしょ。逆に怖いですよね。向こうのボンボヤージュも真っ暗ですね。本当に普段だったらもうたくさんの人がね、歩いてるはずなのにね。いやー、もう本当寂しい、ね、この前ね、ジョマジディズニーチャンネルの12月のね、動画見てたんですよ。もうたまたまなんかおすすめ出てきたんで見てたんですけど、いや、すんごい混んでるなと思って、もうダブル制限の日のやつ見てたんですけど、本当この辺もね、すっごいたくさんの人がいたんですけどね、もう今じゃこんなんなのでね、いやー、本当に
12月が懐かしいなって思いますよね。混んでるのはやっぱ嫌ですけど、やっぱね、逆にそれが見れないっていうのもね、辛いですよね、やっぱ。あ、そうだ、ちなみにね、今日のお昼頃に投稿したんですけれども、このね、リゾラの新車両、たまたまこの前ですね、生放送で歩いていたらですね、出てきましたので、そちらの映像ですね、ぜひご覧ください。ちなみに多分ね、 YouTube でこの新車両が動いてる動画投稿してるのジョマジしかいないと思いますのでね、もう超激レアだと思いますので、ぜひお昼の映像もご覧ください。ここは舞浜駅の1階です。すごい空いてますね。普段だったらね、バス停とかでね、ずらーってね、人が並んでんですよ。あそこのバス停からね、もうここの階段の横ぐらいまでね、列できてるんですけど、もう本当に今ね、人がいない。で、あとね、ここサイゼリアね、サイゼリアね、一応やってるんですけれども、もう普段だったらね、ここのね、前にね、まあ、座るとこあるんですけど、まあ、そこがね、もうずらーってね、並んでるんですけど、今もうマジでね、もうそのまま中で入れますから、もう全部5分待ちで中入れるので、せいぜい、まあ、今がチャンスといえばチャンスなんですけど、もう本当ね、まあ、よくやってるなって、正直頑張ってるなと思います。いやー、すごくないですか、これ日曜日ですよ。ジョマジしか歩いてませんもん今。大丈夫かなって本当ちょっと最近心配になりますよね。キャストさんすらいないですね。うわー、本当、今8時、これ日曜日の8時です。あ、ここにも書いてありますね、期間延長についてって書いてありますね。本当だったら3月15日までだったんだけども、さらに10日間ほどの延長をしますよということで、はい、4月上旬予定しておりますが、改めてお知らせしますよって書いてますね。あ、ここも変わってますね、やっぱりね。すごい、もう誰もいないイクスピアリです。普段だったらね、明かりがついてるんですけども、ここもね、とっても真っ暗になって、ちょっと寂しいですね、やっぱね、なんか全てが寂しい。ね、リゾートクルーザーやってるんですけども、さっき上でね、あの書いてあった通り、この舞浜駅からオフィシャルホテルに行くためのね、バスしか今現在ございません。ディズニーランドとディズニーシーの中には入れませんので、そのね、ホテル間の、まあ、そのバスしかやってないっていう感じですね。わー、真っ暗だ。なんか逆に怖いですね、なんか静かすぎて。真っ暗になってます。普段でしたらですね、この下のモヤットボールがね、あの電気ついててですね、ライトアップされてるんですけれども、エクスピアリはね、もうすごい真っ暗です。一応リゾートラインはやってます。なので今ね、この舞浜に来てもね、リゾートラインとか周りのホテルを見るぐらいしかね、やっぱできないのでね、とっても寂しいですよね。せめてこのエクスピアリとか、あとボンボヤージュぐらいはね、開けてくれるとね、とってもありがたいんですけれどもね。このエクスピアリに関しましても、4月の上旬までの延期となってしまいました。バスも誰も乗ってませんね。舞浜に来ても何もないですからね。ちなみにね、ここ数日で何が一番変わったかっていうとね、ここ道路めっちゃ綺麗になりました。見えるこの光沢すごいでしょ。超綺麗になりましたからね。わあ、すごい、誰も乗ってないバスが2台続けてきましたね。やばやばすぎ。そしてここ、はい、誰も車通ってません。この辺をね、今運転してるのは、バスとかですね、タクシーぐらいしかないですね。またこの周りちょっと一周しようかなみたいな、まあ、そういう車しかないです。はい、もうこのぐらいの夜になってしまいますとですね、もう全然車なくて、もう本当に寂しいディズニーですね。で、普段でしたらここのお隣にですね、ジャングルクルーズやってますので、猿が鳴いてたりですね、あと鳥がさえずったりしてるんですけども、その音楽もですね、聞こえてないという状態ですね。はい、デクスピアリ、ここはですね、もうシャッターが閉まってまして、中に通れない状態になってます。そこにゴンチャがあるんですけども、ゴンチャ普段で、ね、もうめちゃくちゃ大人気なんですが、もう今現在ものすごい静かですね。びっくりですね。もうジョマジの声しかしないぐらいですね。この差分かります？向こうの道路とこっちの差の
ね、この前ねここ道路剥がしてね新しくしてたんですけれども、いや本当めっちゃ綺麗だな。それにしてもすごいね、向こうとの差でねよくわかると思います。こんなに綺麗だったんだね、もともとは。イクスピアリの駐車場もシャッターが閉まってます。ここら辺もね普段だったらね電気ついてるんですけどね、めっちゃ暗いですね。ここなんてもっとすごいですよ、ほら大丈夫これ、真っ暗だけど、もういつもの賑わいが本当嘘のようですね。うわー真っ暗。ここ登るとですねシネマエクスピアリに行くんですけども、一応この辺からですね音楽が少し流れてます。すぐそこがねアンバサダーホテルなので、この辺からね音楽を流してるって感じですね。聞こえます、音楽流れてるの。もうもはやねこの曲もね全然聞けてないのでね、まあ、ここまで来ると聞こえるんですけど、あっちの前浜駅の方だとね全然聞こえないのでね、もうこれの曲すら懐かしいですよね。もうジョマジ年パス買って約11年なんですけれども、今までこんなにねインパできてないとかね、エクスピアリなんか入れてないの初めてなので、いや本当になんかどうしようって感じですよね。大丈夫かなって思います。普段の日常がないので非常に悲しいですね。ここついてないです、ここからつきます、ね、ここからねアンバサダーホテルの中庭に入りますので、ここからね一応電気がつく形ですね。いやそれにしてもアンバサダーホテル泊まってるのかな。はい、もうこんな状態です。誰もいないし車も走ってない。でここですね、はい、アンバサダーホテルなんですけれども、ここがね一応人気のゾーンなんですけれども、全然明かりがついてないですよね。すごいですよねこれは。大丈夫かなアンバサダーホテル。いや大丈夫じゃないでしょうけどもね、頑張ってほしいですね。せめてもうちょっと値段を安くしてくれれば来そうですけども、値段がそのまんまなんでね、まあ、値段安くしちゃうとですね、まあ、今もう昔から3年ぐらい前からね予約してる方がねやっぱ怒り出すでしょうしね、なかなか難しいんでしょうけども、やっぱ休園中なのでね値段とか安くしてくれると、もしかしたら泊まりに来るオタたちがいるとは思うんですけどね、ジョマジとかね。そしてここは中庭です。これで日曜日です。普段でしたらこのエクスピアリもねオープンしてますので、たくさんの、ね、方がここに賑わってるんですけれども、今現在はですねエクスピアリもやってませんし、アンバサダーホテルもですねもうずっとこんな真っ暗な状態ですのでね、残念ながらすごい静かです。この曲だけが響いてるって感じですね。静かだ、本当に誰一人していないですね。そして分かります、全然電気ついてない。あ、ここだけついてるかな、唯一一部屋だけついてますけども、他の部屋真っ暗ですね。泊まってる方がそれだけいないということです。いやすごいですね、本当に真っ暗ですね、一部屋のみです。全く電気がついてません。やばいですね、まあ、寝ている可能性もなくはないですけども、今まだ8時半ぐらいですからね。しかもここ止まってんのかなと思ったら誰も止まってないですね、これ反射ですね。っていうことは今も見た感じ一つの部屋も電気がついていないっていう状態になってますね。これは本当に大丈夫かな、ね、全部の部屋が真っ暗です、まあ、まだ向こう側とかねありますけどね、だけどここが結構人気どころなんですけれども、ここがね真っ暗っていうのは本当にすごいと思いますよ。チックタックダイナーとかねエンパイアグリルはやってます。この前ねエンパイアグリルのベリミニメニュー食べたのでね、ぜひそちら映像をご覧ください。
シェフミッキーはやっておりません。やっぱホテルの客室もね、あれだけ空いてると利用者も少なそうですね。もうもはやこのシェフミとかが懐かしいです。こちらショップはやっておりません。で結婚式場は一応キャンセルしてなければねやってます。ちなみに、ホテル内のコンビニはやってます。すっげー静かですね。キャストさんと社員しかいない感じです。アンバもね、まだ休園初日に来た時はまだ混んでましたけどね、少しは。もう最近は本当ね、宿泊者も減ってきちゃってね、もう全然人がいないです。すごい寂しいね。アンバサダーホテルのこっち側の部屋も見てください。全部真っ暗です。これはすごいね。本当全部で何部屋一応使ってるのかって気になりますよね。でも10とか20ぐらいしかもしかしたら使ってる部屋ないんじゃないでしょうかね。だって向こう側ですら一部屋もね使ってる場所ないですし、ここ一面もね使ってる部屋ないですからね。10ももしかしたら行ってないのかもしれないですよね。どうなんでしょうね。はい、ということで、こちら3月15日日曜日のですね、東京ディズニーリゾート一周回りましたけども、日曜日ですよこれ、普段だったらもう大にぎわいです。今8時半なんですけれども、普段だったらねアンバサダーホテルに行く方とか舞浜駅からね来る方とかももちろんまだいますよ。8時半ですから今からインパする方もいますしね。でパークから帰る方もたくさんいるはずなんですけれども、本当に全然人がいないです、でねもう通り抜けるバスとかも誰も乗ってないバスばっかりだしね。いやもう本当ね衝撃的な状態ばっかりですよ。もういろんなところがねもう人も誰もいなくて、本当にね日々寂しいなって思ってきました、マジで、まあ本当だったらね明日からねオープン予定だったんですけれども、残念ながらね4月上旬に延期ということでですね、もう我慢の限界がちょっとそろそろねジョマジさん来てるんですけれども、まあまだまだね休園続きますので、皆さんジョマジと一緒に頑張ってですね、まあ、ディズニーに行きたい気持ちは分かるんですけれども、頑張りましょう皆さん。あともうちょっとですということで、今日はですねゴリドワリにしたいと思います。もしこの動画ですね面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではありがとうございました。バイバイ。